皆様こんにちは今日は DDBJ の30周年記念ととといいううこでで誠におめでとうございます、えー、今日午前中のお話はいろいろゲノムとか遺伝子の情報を使った新しい展開のお話がありましたし今日残念でしたけれどもキャンセルされてしまったノートン先生のお話もそれに関係するものですが私はどちらかというとそういう科学の発展を支える基盤になった 人ゲノム計画がどのように達成されてきたのかとそういう歴史的な話を中心にお話をさせていきただい,ていると思っていますえまずゲノム計画の始まるずっとその原点を尋ねるとその原点は皆さんよくご存知の DNA の二重らせん構造の発見になりますえっとワッツソンとクリックが DNA が AGCT アデニングアニンヒトシンチミンという4つの文字をつながった4つの化合物がつながった二重らせん構造をとっていることが分かってこのたった4文字で書かれた長い鎖の中に私たちの遺伝情報があることが分かってきましたまず1960年代にはこの遺伝情報の基本的な原理が解明されましたがこの時代は 分子遺伝学の時代でであってですね分子遺伝学というのは DNA を直接あるいは遺伝子を直接分析するのではなくてある刺激を与えた時に生き物の中で何か起きた現象のその結果その因果関係からブラックボックスの中で何が起きているかを推定しながら解明していく遺伝学の手法を捉えたこの時代にこの新しいいろんな原理が明らかになりました。 しかし大きくゲノムに一歩を進めたのは1970年代に DNA を直接分析する遺伝子組み換え技術や DNA の配列決定技術とこれができたことによるものであります特に鍵となったのはサンガーイギリスのフレデリック・サンガーが開発した DNA の配列決定技術でありますその技術はこの写真にあるように 今ではほとんど使われてなないような技術ですが手作業で行うという技術でしたこのような技術であってもそれでもたくさんの遺伝子が発見され遺伝子の構造が明らかになり発見されていわば1970年代の後半は遺伝子発見のゴールドラッシュの時代でありました私も九州大学の医学部にいましたけれどもそこで 遺伝子を解析する技術ののセンターの長としてたくさんの研究者とを迎えて研究を開発しましたがそこで実にたくさんの遺伝子が発見されましたしかしその当時の遺伝子研究の状況はたくさんやっているとこの葛飾北斎が書いた群毛像をなでるという感に近いものがありますこの 絵は皆さんよくご存知だと思いますが目の不自由な人がこの像をなでてそれぞれにこれぞ像であると言っているわけですそれぞれ個別には正しいんですでも誰も全体がわからないとこういう状況であるということがこういう感じが当時でありました私もあるいはたく,た,たくさんとは言いませんがそれぞれに芸能遺伝子を研究していたかなりの研究者が 全体が分からなければ意味が最後はつかめないということで私もこの現代科学という雑誌に1982年ですけれどもヒトゲノムの全体の遺伝子図を作ってみたい夢ですと、まあ、こういうことが実現しなければ全体が分からないという思いを強く抱いていましたえでもヒトゲノム全部を読むと言うはやすく行いがたしです 人ゲノムの全体を必要だってことが分かったんですが、人ゲノムは30億文字というふうに言われています。どれくらいの量か、相当がつくでしょうか。私は私の高等学校の生徒にこれを時々教えてるんですけども、その時に例に出すのが、あの皆さん、えっ、ー、と、去年、あ一昨年か、去年、一昨年かな、芥川賞を取ったピース又吉直樹のこの火花という雑誌そういうがありますね。これ十,十何万語なんですけども、これを積み重ねたら、 人ゲノムの高さとしてどれくらい、人ゲノムとしてどれくらいの量になるか、これを例えば、東京スカイツリーに例えるとどの辺の高さまでなるか、ちょっと高校生の人に聞いてみたす高校生とか、そこら辺どうですかこれ積み重ねたら、あの、東京スカイツリーでどれくらいの高さになると思いますか全体は640メートルぐらいで、だから、この展望台が多分330メートル、ここの回廊は、 450メートルぐらいですか。どれくらいだと思いますか。このスカイツリーの2倍か3倍？3> 多いね。ちょっと残念だけどそんな高くはないんだな。ちょうどこの階段の高さで約ですねこれ450メートルこれが積み上がったぐらいのが30億文字なわけです。まあでも膨大な量であってこれをですね先ほどの手作業なものを読むということはほとんどもう不可能に近いというか。 あの絶望的な感じがありますそういう中で、研究者は、これを読むためには、この手作業のものを機械化しなければならないということを考えつきました、これがまずヒトゲノム計画や生命科学の手法に変革を持たせた最初の部分であります、すなわち、この研究者、和田、日本の阿田和,清先生和田昭義先生と、アメリカのリロイ・フード先生。 この二人が80年の初め頃に、この自動化をしなければダメなんだということを言い出しました。えっと、ここの中にですね、えっと、和田先生がここに書いた1981年に科学技術庁、今の文部科学省ですが、そこに出した提案書です。当時はワープロも十分でないので、手書きの申請書が出ています。で、その後、たくさんの研究者や技術者の協力を得て、 例えばこの写真は1987年に日本の岡山で行われた DNA 自動シークエンサーの国際会議の様子ですこの中にはですね和田先生がリロイ・フードそれからノーベル賞を取ったここに多分ウォルター・ギルバートそれから後にノーベル賞を取ったボブ・ロバーツそのほかたくさんの先端研究者がいます そしてその会議の翌年、この最初の DNA 自動シーケンサーが市場に出ました。この DNA のシーケンサーは、これは1号機ですが、最初の初代ですけれども、その後たくさんの改良が加えられて、ゲノム計画を引っ張りましたが、この中で特に日本の日立製作所の神原秀樹という方が、あの、非常に優れた開発をして、 マルチキャピュラリーシークエンサーというのを開発してこれがヒトゲノム計画では非常に大きな力になりましたえでもこのような開発が非常に順調にいったかというと初期の頃は大変だったということを一つ示したいと思いますこれは和田先生が最初に出した DNA の自動シークエンスの装置が出来上がったという論文をアナリティカルバイオケミシストに出した時のレフェリーの評価です これは遺伝犬にいた添田英一先生がトップオーサーの論文です。そうするとそのコメントはですね、これはプロの科学者がやったと思うんですが、この技術はプロの技術者、要するに手慣れた技術者が行えるような効率を超えるものではなくて、この装置はあまり意味がないと、こういう評価を与えたわけです。で、和田先生はそれに対してとんでもないと。 このレフェリーの判断は初期の自動車が馬のように上手に走れないから価値がないと言っているようなものだとこのレフェリーの評価の間違いは歴史が示してくれるだろうと強硬に反論をしています、えー、私先生はよほど腹に据えかねたんでしょうねこのレフェリーのコメントと自分の反論等をですねシカゴにあるマイクロマシーンの博物館に今でも展示をしています このようにしながらシークエンサーが発達してくると同時に私たちも含めてですがたくさんのこのゲノムに関心があるあるいはゲノムを解読しなければいけないという研究者がいよいよ計画の実施に向かっていろいろな討論を始めましたどんなことが議論されたかといいますとまず当たり前ですが社会的にこんな大きなことをやることに意義があるのか大義があるのかということで 私たちは人の遺伝の設計図全部を読むということは人類の健康繁栄の基盤を与えるものであると要するに大変な大義があるというふうに申しましたこれは今では当たり前に思いますが1986年コールススピンハーバー研究所で行われた大討論会ではアメリカの有力な研究者がこれに対して大きな疑問を投げて反対をしました何を言ったかというと マンハッタンの中心部とアリゾナの砂漠の中を同じようにくまなく調べるのは馬鹿げたことだと。金の無駄遣いだという主張を彼らはしています。まあ、こんなことを経ながらですね、いくつか計画は進んだんですが、あと大事なことは、目標、ゴールが非常に明確であるということです。これは30億文字を全部読むということで、これは明確なことですので、大きな計画をやるときに、いつ終わるかわからないということでは、 誰も元気が出ませんがこのゴールは非常にしっかりしていたので私たちは勇気を持って進むことができましたその他に本当にこれがどのように分析をしていくのかという戦略であるとかあるいは実際にどのようにやっていくのかの年次計画のロードマップこういったものを作りましたこれは日本の計画に携わった、まあ、5人いるから5人組と言っておきますが えー、この中心になったのは日本の当時の大阪大学教授の松原健一先生ですそれから私それから今もうご体感になりましたが国立遺伝学研究所の藤山先生教授それから東大医科研の吉田先生それから奈良先端大学院大学の吉川先生、まあ、この5人が中心になって日本の人間もノを立案しましたこれはちょうど沼津の港から撮った写真で後ろに富士山が見えますで、えー、でもこの計画はですね 決して日本の中で順調にいったわけではありません。当然大きなプロジェクトですから、いろんな反対意見もありですね。いろんな議論がありましたが、一つここに、ワトソンの、ジム・ワトソンが松原先生に出した手紙はあります。で、この手紙はどんなことが書いてあるかというと、ヒトゲノム計画は国際的にヒューゴ、ヒューマン・ジェノム・オーガニゼーションのもとで一緒にやりましょうと。それで、 ちょうどそのヒューゴーのミーティングはモスクワであった後、ワトソンはイギリスによって、イギリスではウェルカムトラストがしっかりお金を出しますと言った。フランスによったら当時の大統領のミッテランがちゃんと話が伝わっていたと。それからアメリカもハワード・ヒューズ財団がしっかりサポートすると言ってきたと。で、ところで日本はどうかと、こういう手紙が来ているわけです。もう少し内容を詳しく見てみたいと思います。えー、これはその一部を予約したものですが、 ここに書いてある文章、まあ、英語はいいとして、こういう文章、日本が大国にふさわしい財政支援を行う正式メンバーになってくれるかどうか、あぜひ知りたいところだと。日本は、ヒ号事務局の活動に年間30万ドル、これで今、当時にえ5、6000万円のお金を拠出するのは妥当であると。大きなお世話だと思うんですが、ワッドソンはそう言いますで。これにより これより少なければ日本はあまり乗り切れないと判断され、えー、関係各国の憤りや恨みを買うことになるであろうともし日本がヒューゴーに加わらなければ他の国のゲノム研究の成果を享受できなくなるであろうとこういう文章があるわけです、まあ、これ訳さなくていいですあここに書いてある上に文章が書いてあるからこれ皆さんどう思いますか、えー、と高校生とかこの文章を見るとどう思うこの文章をもらった時にこれ脅したと思います ねこれはなんか日本に対する脅しだと思う。でも松原先生にこんな文章を書いて、松原先生が30万ドル出しますなんて言えっこないわけですね。で、これは松原先生に通して、ワトソンは必ずこの手紙は日本の役人に伝わるということを意識して、これを書いてるわけです。えっ、ー、と、私たちはこの手紙は脅しではなくて、 日本のゲノム研究を推進させるために、ワトソンが外圧として書いてくれた応援の手紙だというふうに、当時、議論した上に理解して、より積極的に動きました。まあ、このような経過を経て、1991年から、この、これ日本の計画書の最初のページ、それからこれはアメリカの計画書の最初のページですが、それぞれ日本、アメリカ、その他イギリス等々で、このヒトゲノム計画はスタートすることができるようになりました。 それでその計画は国際的にこのように計画されましたまず第1期は人のこの大きな DNA を断片化してそれぞれのゲノムあるいは染色体の上に整列させる整列地図というのを作りそしてこの一つ一つの断片をさらに細かく砕いてしっかり DNA の配列を決めるこれが第2期。 でこの出てきた情報をしっかり解読して意味付けをする第3期と、この3つの3期に持って行うということが計画の中心でありました。えー、そしてこのプログラムが第1期の整列シスを終わって第2期のいよいよ配列を決めるという時になって、国際チームは一つの大きな決断をしました。これがバミューダ原則といわれる非常に大きな合意で、その中身は ヒトゲノムの、は人類の共通の財産遺産であるということを認識し、私たち、このグループですね、このは、私たちは21世紀の生命科学の基盤を作るという意識を持ち、そしてそのもとに出てきたデータは自分たちが所有するのではなくて、一般に24時間以内に無償で公開すると、こういう原則で世の中の発展のために自分たちは ある意味で、その、奉仕者として働くべきであると。これをこの人たちは、ワトソンの指導のもとに合意をしました。そして、この無償の公開データベース、データを公開すると。これは言うまでもなく、DDBJ やその他の国際的なデータベースがこの役割を担ってくれました。で、さらにこのような国際チームの中で大量なデータが出てきて、 これをどう扱うかというのは第3期の問題でありました。それに向けてはもう一つ新しい変革が行われました。これは学際的な協力による学問の発展ということです。先ほどの国際チームがいくらシーケンスを出して、データを出しても、そこをパブリックに出しても、それをどうやって使うかということのためにはたくさんの知恵が必要なわけですが、そういった新しい 学際的な協力による学問の発展がを促したというのがヒトゲノム計画の3番目の特色であります。これは私たちの私が率いた利権の日本の代表チームでありますがここには生命科学者もいれば工学者もいれば情報の人たちもいますしその他にたくさんのテクニカルスタッフがいますこういったたたもののの総合でで私たちのチームは全部やり遂げたわけです。 こういう大きなことをやるときに、特に高校生の方に言いたいんですが、何かすごい研究者がたくさん集まれば何かできると思うと大違いです。今の DDBJ もそうですね、偉い教授の先生がいたからできるわけじゃないんですね。これを見、ここの中にはですね、まず DNA のサンプルをしっかり整えるテクニカルスタッフ、それをしっかり分析機に入れて分析をしてくれるスタッフ、 それから出てくる情報が間違いかないかを非常にチェックするスタッフ。それからその全体の情報に意味付けをするより高度なインフォーマティスト。そういう人たちがここに全部関わったんですね。で、私たちがチームを作るときにどんなことを考えたかというと、材料を作る人はですね、パワーのる人なんです。ともかく働いてくれる。体を動かしてパワーのある人です。2番目の 分析機器にいろんなことを分析してくれるのは、この人はパワーよりも手先が器用で上手に機械をこなせる人です。だから3番目の情報をしっかり検出して間違いないのかチェックする人。この人はものすごく辛抱する人で24時間と言いませんが12時間コンピューターの前に座ってデータを全部チェックしながら一つずつ間違いなのかをチェックしていく。それぞれ非常に個性のある人たちが入っているんですね。だから私たちは皆さん来たらそれぞれ こうやってくださいというんじゃなくて、しばらく様子を見ていて、あ、この人は分析チームに、この人はより材料をやる方にいい、そういう個性を持って、この中でたくさんの個性が共同になって、この作業ができたということをぜひ知ってほしいと思います。えっ、ー、と、高校生の人は、あの、ものすごく馬力があって、ガーって頑張るけど、すぐくさびれてもうやめたっていう人もいるでしょう。から長い時間コンピューターを見なさせて、いくら座ってても、来れない、来れない、来れないじゃない飽きないというか、 ずっとやり続けられる人もいるでしょう。それからとても実験が上手で手先が上手な人とすぐ失敗したり試験管を割ったりする人もいるでしょう。それぞれ個性があるんですね。でもそういう人たちはそれぞれ個性があっていいんです。で、その組み合わせで全体ができるということをぜひ皆さん理解をしておいてください。これ訳さなくていいです。さてこういう中で私たちは理研にこのような立派な ああ dna のシーケンサーをたくさん持ったチームが出来上がり、この中で大量のデータが算出されました。どれぐらい大変かというと、ここに d d b j がかつて出していたあ、このグラフがありますけれども、これが1992年、ヒトゲノム計画が始まった頃です。それから、えっと、これがちょうど中頃で、これがほぼ解読をの終わる直前ですが、データはこのように急速に発展しています。で、こういうだけの情報を どうやって処理するのかということがそのバイオインフォーマーティストを生んだ背景なんです。はい。まあ、これはでも、いくらそのバイオインフォーマーティストがいても、この処理するためには、やはり新しいいろんな仕掛けが必要で、特にこの90年代は非常に大型計算機とか、いろんな通信情報技術が進んだところです。例えば、今さん今、インターネットは当たり前に使ってますよね。 でもインターネットは実はこの90年代の中頃に出てきた技術なんです私たちが初期のヒトゲノム計画をやってやった頃は例えば私とパリのグループが共同で論文を出した時はお互いにファックスで論文の原稿を送ってそして電話でいちいちやり取りをしていたというような時代があったわけですだから今は当たり前に思うことですがこの時代にヒトゲノムの計画のためとは限りませんが このような通信情報、通信技術が発展したことが、ヒトゲノ,ムにとってはゲノムにとっては大変に幸運だったというふうに思います。このようなことを経て、2003年の4月にヒトゲノムの全部の解読を終わりました。 日本は21番染色体11番染色体を中心に、あと18番染色体そのほかいくつかの染色体を担当したことになります、その論文はいくつかの形で現れて、私を代表として、慶応の清水先生や DDBJ の菅原先生なんかが、小泉首相のもとに報告に参りました、少しここで、実は首相官邸にある。2015年4月14日 小泉総理は総理大臣官邸で理科学研究所の坂木プロジェクトディレクターらの訪問を受け人の遺伝子情報、人ゲノムの報告を受けました人ゲノムの解読は医療や健康分野で様々な可能性が期待されているもので日米欧など6カ国の関係研究機関が参加する国際人ゲノム計画として各国の共同作業により このほどそのすべての解読作業が完了し国際ヒトゲノム計画に参加した各国の研究機関が同時にその成果を公表するのに先立ち日本における研究の中核を担った研究者らが解読作業の完了を小泉総理に報告したものですこれ 坂木プロジェクトディレクターから小泉総理に、ヒトゲノムのすべての解読結果を収めた CD-ROM24 枚組と記念のパネルが送られました。 すみませんちょっといろいろ不手際であれでしたけどもあの言いたかったのは私もそうなんですがここにはですね4人の代表が来てるんですけども1人がこの DDBJ の代表する菅原教授がおられました、まあ、そういうことでこれも日本の国内のいろんな協力で行われたということであります、えーっとまあ、ここで動画が今出来上がってなんですがちょっと一っ振り返ってですねちょっと違う視点からこの歴史的な流れを話したいと思います これは、えっ、ー、とですね、ちょっと飛行機に例えて話をします。ちょっと話が長くなるかな。まあ、許してください。まず人が空を飛びたいという希望、あるいはまあ、人ゲノムの全部のことを知りたいこともあるかもしれない。人のすべてを知りたいと。この最初の、まあ、いろんな試みが行われましたけれども、特に最近、あの近いところでは、1894年に、オットー・リリエンタールという人が、 グライダーを使って羽を使って空を飛ぶということでそれでも何百メートルか飛んでるんですね今だったらグライダーですどの、まあ、この人がこのまず構造を色々明らかしましたそれで有名なライト兄弟が1903年にエンジンを使って飛ぶということに成功したわけですねでこのこの時また和田先生の時と同じような実話があるんですがこの時イギリスのタイムズの記者が来ていて飛行機が飛んだと。 だけども、わずか最初30メートルであったという記事をタイムズの本社に送ったんだよ。そしたら、これは聞いた話ですが、タイムズの編集長が小さな記事だったものを、これは大事件だと。30メートル飛んだってことはいろいろ、その上3キロや30キロ飛ぶようになるだろうと。いずれイギリスの島がヨーロッパと飛行機でつながる時代が来るという、その最初のきっかけだということで、非常に大きな記事にして、 その新聞を発表したということがありますが、先ほどの和田先生の放送もそうですが、最初テクノロジーは決して完全な姿では姿を現しません。でも、最初にやったということが非常に大事なことなんですね。そういうことでは、このライト兄弟は高く評価されているわけです。えその後、有名な1927年にリンドバークが大西洋を無着陸飛行したと。これも大変なニュースになりました。でも、今ではもう、 誰でも世界中を平気で回っている時代になっているわけですね。でも、多分これを人気の目を迎えると2003年に人気の目を読んだ、あ、読めたのかと、大したことないと、今は誰でもどれでも読めるじゃないかと、まあそういう思いがあるかもしれません。特に若い人はそうかもしれませんが、やはりいろんなことに最初にやってみて、それができることを示すことがとても大事なことなんですね。だからまあ 人ゲノムと解読とリンドバークの大西洋無着陸期間を重ねるわけではありませんが最初にやれるということを示すことはとても大事なことなんですそういう意味ではあのこの歴史をあのずっと辿ることによって皆さんがそれぞれにどういう思いで研究者がやってきたかということを高校生の人は特に学んでほしいと思います高校生の人は知ってるか知りませんがこのリンドバークの飛行機の名前は スピリッツ・オブ・セント・ルイスト。あの、セント・ルイストでこれ飛行機作ったんです。スピリッツ・オブ・セント・ルイスト。大事なことはスピリッツなんですね。気迫というか、やる気というか、自分の勇気をかけてやるという、このスピリッツが非常に大事だということを、このセント・スピリッツ・オブ・セント・ルイストという名前は指していると思います。はい。その、このような、まあ、ヒトゲノムの解読を経て、これを基盤として、ベースとして、新しい生命科学、医学、 あるいは生物学が大々発展しているのは皆さんよくご存知のとおりです。えー、今朝のお話にもあったかと思います。えー、それをまあ大きくまとめますと、一つはやはり DNA の配列するを決定するシーケンスの技術が驚異的に発展をして、これで医学や、あるいは今日のお話でも、えっ、ー、と、 バクテリアのゲノムの話が午前中あったと思いますが、地球上のすべての生物のゲノムが解読可能な状況になっています。これが一つの大きな流れですが、さらに今の時代は、これを超えてゲノム編集とか合成生物学というですね、今まではゲノムを解読して理解するというんだったんですが、今度はゲノムを自分たちの力で変えたり、 あるいは作り出しているという、こういう時代にゲノム研究は今発展しようとしています、えー。この進歩はもう、あの、私よりも皆さんの方がいろんな新しい研究を聞いていてですね、よくご存知のことあると思いますが、少しだけ時間、もうちょっと時間を許していただいて、えー、いくつかだけ触れてみたいと思います。 これ私,あの私のいる静岡双葉学園の高等学校1年生の生物基礎でですね2時間の時間をもらっていろんなこういうことを教えてるんですけれどもまああのいくつかあの今日も高校生いらっしゃるので少しあのい位置に触れてみたいと思いますそれでここに DNA のシークエンサーがどれくらいの進歩したかこれログスケールで書いてありますから10倍100倍1000倍1万倍とこうなってるんですけれども DNA の 配列を我々が始めた頃はこの当時で、配列の結果が終わった頃がちょうど10倍ぐらいの効率が上がりましたが、その後、2012年までにですね、100倍、1000倍、1万倍、10万倍、あるいは100万倍と、あの人ゲノムを解読した当時の100万倍ぐらい、あるいはもっとそれ以上のパワーを持った DNA シークエンサーができているんですね。はい、それで今ではですね、ここにあるように小さな、まあ、 えっとメモリースティックかあるいはあの携帯の小さいぐらいの大きさのものをコンピューターにつなぐとここで全部の DNA 配列を決めてくれるようなこんな装置も出来上がってもう今では配列を決めること自身はほとんど問題がないということになりました、えー、このほかもう時間がありませんから少しあと23だけつかいつまんで話しますちょっと先飛ばしますけれどもえー、っとですね、まず いろんな遺伝子やものが分かってきて、病気の遺伝子もたくさん分かってきて、一つ新しく医学でできたことは、遺伝子による診断、あるいはそれに近いようなこと、遺伝子の検査であります。これは皆さんよくご存知のアンジェリーナ・ジョリーさんがですね、えっと、自分がお母さんもお,おばあさんも乳がんになかったということで、乳がんに関係する遺伝子を検査してもらって、それがポジティブであって、それでもって自分で乳がんの リスクを避けるために両方の乳房それからこの遺伝子は卵巣がんにもかかりますので卵巣も撤去するあの除去するこういうですね非常に大胆なことで自分の身を守るという選択をしましたまあこういったことが世の中に広がり出してどこまでいいのだろうかということでこの「タイムズ」という雑誌はあ「ニューズウィーク」という雑誌は遺伝子診断ここに禁断の新医療という書きぶりですねだから いろんなことはわかるんです。でもどこまでやっていいんだろうかといろんな議論が必要なんですが、これに対してまあある意味で警告を発し、私たちが考えてほしいということでこんな特集も出ています。もう一つがですね、これはえっ、ー、と若い人たち、特に若い高校生も含めて女性の人たちがいるから話をしたいと思いますが、えっ、ー、とですね、ダウン症についても出生前の診断が非常に DＮＡ のシーケンスが進んだためにすごい 容易になりましたというか高度になりましたこれはですね、えー、っとちょっと細かいことを省きますが2010年に香港大学のデニス・ローという先生がお母さんの血液の中に胎児の DNA がごくわずかだけどあるということを発見したんですそれを使ってアメリカのベンチャー企業シーケノムという会社がそれをものすごく高度に分析する技術を確立して出生前の診断をお母さんの血液を取って 胎児がダウン症かどうかということを検定できると。こういう技術を介したんですね。これいいか悪いか大変な議論があります。でもまあ日本の中では、えー、っと、しっかりしたあお医者さんのカウンセリングの下でいろんなことを決めながら進めるという形になっていますが、まあアメリカではもうちょっと自由診療みたいになっているので、非常に大きな問題があります。で、この診断法は DNA の解析技術が非常に進んでますので、本当に高い精度で ここにはまあ会社がのレポートですが、99%の精度で胎児のダウン症か、あるいは他にも13番、18番の取りそみかどうかということが診断できるわけですね。で、まあ、これが妊娠中絶につながるかどうかということは別ですが、まあ、受けること自身によって、特に女性に関しては非常につらい決断を迫られるということになりますので、この技術がいいかどうか、これも大変な技術の進歩と言っていいのか、非常に脅威をもたらしています。 えー、だいぶ時間が来ましたのであと,、えー、とゲノム編集とか合成 DNA 合成生物学とかそういうお話もしようかと思ってましたがもうここでは省きます多分皆さんが、えー、そういった話はこれからあいろんなところで聞かれると思いますからできますが少し重い話が続いたので最後に少し、えー、楽しいと言っては失礼ですが少しあのリラックスする話をしたいと思います。 私は今年の1月11日ですが天皇陛下のもとでご進行と天皇陛下に講義をするというまあ機会をいただきました,、えー、たわずかあ20分弱でしたけれどもゲノムの歴史とか今のような展望、まあ、に入ってお話を申し上げましたその時は15分から20分ですから短いんですがその後天皇陛下からもっと詳しく聞きたいからということで 御所で夕食を一にししなががらお話しする機会がありましたその時にです、ね、天皇私はびっくりしたんですが天皇陛下はもともと前の昭和天皇もそうですが大変に生物学にご興味をお持ちで特にハゼの研究では大変にいろんな長い経験をお持ちですで昔はお話では昔はハゼの生態学をやっていたとそれで葉山の海とかいろんなところでシュノーケリングをしながらハゼを見つけては 新しい新種を見つけたり、そんなことをしていたと。だけども、天皇になってからは、ほとんど公務でできないので、死んだはずと言っちゃいけませんかね。生きていないはずでもできる、形態学の方に自分は方向を変えたと。それでも自分は今研究をしてるんてか関心があるんだと。こういう話をされたんですね。で私はいどく関心したんですが、もっと驚いたことは、天皇陛下はごく最近まで英文の 論文を出しておられるんですね。はじについて。皆さんあまり多分ご存知なかったと思います。その論文は、後でインターネットで調べますと、2002年、2008年、それからつい去年、2016年、3つの論文が、割とよく知られている、ジーンという雑誌にですね、出てるんですねで。その雑誌の、その論文のタイトルを見ますと、ファーストオーサーは秋人、天皇ですね。 二番目のオーサーは誰だと思いますか秋篠宮です。秋篠宮陛下は、この、えっ、ー、と、遺伝権で DNA の分析なんかをされた研究されてますね。だから、陛下の、天皇陛下の結果と、それを DNA の上で分析するという秋篠宮。それから何人か名前があって、最後のオーサーは、高志五条堀。これも遺伝権の教授だって、今も教授でしょうかあの、ゃる先生ですね。だから遺伝権はですね、なんか大変に、 あのやんごとなきあの光栄な研究所であるなというふうに感じますが、まあ、そういったことを思っているんですね、で私が感心したのは陛下がそういうことなんですが何よりも若い高校生いますかそうですがあのポスターも今日さっき見させていただきましたけどもごく身近な生物や生き物の姿そういうものを観察しながらですねそこからいろんな新しいことを自分なりに気が付いたことを研究されているんですね、今でも。 だから、これは、なんかゲノム解読であるとかですね、ゲノム編集であるとか、大々的なものではありません。でも、これは生物学の原点なんですね。生き物に興味を持って、そこからいろんなことをやっていくと。これは非常に大事で、今日の皆さんの高校生のポスターを見ても、まさにそうですね。掛川の、なんとか桜とちょっと忘れました。あの、期限を探るとかですね、ああいう研究があるです。もうあれが本当に新しい生物学、で将来発展していく目なので、えー、高校生の皆さんは、ああいう研究を、 おどんあのに、えー、自分が興味を持ったということを大事にしてですねこれから大きく発展してほしいというふうに思います、えー、ご成聴ありがとうございましたどうもありがとうございました <laughs> じゃ私からちょっと高校生に質問したいんだけれども <laughs> まあ今日は遺伝子の話ばっかりしたけれども皆さん私あの生物基礎だと非常に幅広いだからけれども。 皆さん多分生物に興味を持って今日もいろんなことをやれられてると思うんだけども生物を学んでまあ生物基礎でもいいですが生物を学んで自分が最も興味を持った分野っていうのはどこですか生態学もあれば発生学もあるし本当にあの幅が広いと思うんですけどもなんかゲノムの話してるとすごくあの物事がシンプルにこう聞こえるんですけども 生き物の体、特に人間の体、本当に脳から始まって循環器、それからいろんなあの生態維持のホメオスタシスの仕組みとかいっぱいあるんですね。でだからとてもあの難,し難しいというかあの、興味はあるんです。でも、私の高校生が、先生、免疫ってとっても面白いんだけども、なんかゲノムのように体系的に理解するための筋道は何ですかって質問をしてきたんですが、 これも難しいですね。免疫学もいろんなことにわたっていて、多岐にわたっているので、まあ、ゲノムの話は、そういう意味では、比較的、比較的というか分かりやすいんですね。DNA が中心になって動いていますから、まあ、私はこの DNA から入ってきましたので、DNA を基礎にしていろんなことをこう、発生しながらやっていきますが、まあ、多分皆さんそれぞれ興味が違うと思うので、そこから入っていいと思うんです。でもですね、言っときたいのは、私がゲノムやってるからですが、やっぱり最後はですね、ゲノム、 人の情報です、ね、ゲノムとどうつながっているかっていうことはいつもこう起きながらですねこちらに一つの尺度を持ちながら理解しているってことがとても後でいろんなことを体系的に理解するうえで大事なんでですねであの多分生徒はそれぞれに一生懸命勉強して試験でいい点取るたび一生懸命勉強するんですが体系的にどうしたらいいんでしょうかっていうときに多分教科書も体系的に あるところは体系的に書いてあるんでしょうが全部を通して体系的には多分書いてない生物学は大体そんなもんじゃないというのも考えがありますからあるんですね。からあと日本の高校の生物学というかあ,のあれはですね私はヒトゲノムの読む、えー、ときに細胞から入って DNA が入ってタンパク質が入って遺伝情報があってでこう来るんですけども見た一つのアメリカの教科書はまず最初にお隣と自分と どどここがが似ててどこが違いいますすかかう質問から来るんですね。そこから遺伝という話に入っていて遺伝の基礎は何でしょうかってそこから DNA に入ってくるんですねだからやっぱりですね大事なことは教科書でいろんなことを学ぶけれども自分の体や自分の体験とつなぎ合わせて理解することでものすごく深まるんですねだから私はさっきあの女子高校生ように遺伝子診断とか出生前診断で話しましたね これも自分、まあ、皆さん、そんなに遠くないうちに、10年間のうちに、自分で体験するというか、いやおなしに向き合う問題なんですね。その話をすると、うちの高校生はものすごく神経になるんです。で、神経に考えて、感想文もしっかり書いてくるんですね。だからそういうような、やっぱり自分の体験やことつなぎ合わせて、いろんなことを考えると。これがとても大事なことなので、ぜひ生物学とても面白いと思うんですが、 自分のいろんな思いとつなげて勉強してもらったらいいかなというふうに思っています。